驚いたな。あの傷で生きていたとは。改めて認めよう。君の価値を。てめえに認められても嬉しくもなんともねえぜ。そんなことよりティアラを返せ。バカなことを。もうすぐ邪神が蘇る。君の血で邪神復活を祝ってやる。血の宴だ。剣をつけようぜ、シャルマン。見せてもらうよ。狙う。そこ。まだ。ダイヤモンド。だよ。止める。ところでもう遅い。見ろ、邪神の復活だ。俺が邪神。ファンクさん、私を殺してください。ティアラ、まだ間に合います。私を殺せば邪神の復活を阻止できる。バカ言うな。そんなことできっか。殺せないのかファン。僕ならできる。ファン、わかった。思い出して、過去に戻る前、ティアラが誰かに殺された時のことを、今のあなたなら見えるはずよ。どうしたんですか、シャルマン様。こんな大事な時に。この戦いに負けたら全てが終わりなんですよ。ティアラさん、あなたを殺します。知ってますよ。あなたは邪神の末裔だ。僕はこの世界の平和を守りたい。死んでくれますね、ティアラさん。わかりました。お好きなように。なんてこった。シャルマンのやつ、本当にティアラを。でもあの時と今は違うわ。以前のシャルマンは邪神復活を阻止するためにティアラを殺した。世界の平和のために。けど今のシャルマンはティアラを殺すことで邪神を自分の中に取り込もうとしている。この世を支配するために。最強の神が。ファグさん、早く早く私を殺しなさい。ティアラちゃんを殺せば世界が救われる。一人の少女の命を救うか、世界を救うか。どないするんや旦那。わめくんじゃねえ。答えはな、最初から決まっているんだよ。いやー、言ったはずだ。俺は運命を変えるって。お前を殺したら運命は変わらない。ファングさん、バカめ、それで運命を変えたつもりか。ファング、
お前は世界を犠牲にした。そして僕の願いは成就した。ファング、結局お前はティアラを守ることもできない。邪神覚醒の生贄となるがいい、ティアラ。おお、ついに邪神が姿を現したか。その力、邪神の力は私のものだ。太古よりその血を受け継いできた私が手にするにふさわしい。悠久の時よりよみがえりし邪神よ、我にその力を。なぜだ、末裔である私を、なぜ。邪神は血を欲しているようだ。この際男でも女でも構わないらしい。バカな男だ。ティアラの代わりにその血を邪神に捧げるとは。だがそのおかげで邪神は覚醒を果たした。この剣に乗せて我が肉体を、我が魂を、我が願いを届ける。邪神よ、受け取るがいい。あれはシャルマンなのか。わからない。ただ確かなのは、世界を破滅へと導く巨大な力を持っているということ。邪神そのものよ。させてもらう。どなたが相手かしら。やっ、消えなさい。だあ、消えなさい。はい、おしまい。嘘だ。因果応報というものですわ。
アリン、お前。ファング、あなたに女神の力を。力が、信じられねえくらいの力が溢れてくる。女神降臨。どうしてだ、なぜ女神の力が俺に。ティアラ、邪神の血を持つ者さえも救おうとしたファングの思いが女神に届いたんだよ。チッ、ようやくかよ。ダメ、押せんだよ。だがありがてえ、せっかくのプレゼントだ。使わせてもらうぜ。あいつをぶっ倒して邪神を封印する。ディスる、始める。リミットアタック、スーパーノヴァ。お願い、ガリン。チャージ今です。分かった。やらせてもらう。オーバーリミットアタック、フォースインパクト。のっぴらー、うわー、どりゃー、消えろー、いっけー。負けられません。強くなる。私強くなりましたわよ。より男前になったっていうことやな。なんて力や。強敵、卑怯すぎる強さですな。邪神の力は女神の力を上回るのか。失敗すんな。あんな奴にこの俺が負けるかよ。ファングさん、まさかシャルマンを助けようとしているのですか。私を助けたように。そうなんですね。ファング、何をしてるんだ。そんな剣では邪神を倒すことはできないよ。シャルマン、まさか僕を救おうとでも考えているのかい。残念だが
それは叶わない。僕の魂はもうここにはないからね。すべて邪神に飲み込まれてしまったよ。こうなったことに後悔はない。僕は望んで邪神と一体になったんだからね。そうすることで邪神の力を完全に制御できると思ったんだ。だがその結果がこれだ。だからファング、君に僕の思いを託す。この世界を守ってくれ。今さら何言ってやがる。ふざけんな。勝手すぎるだろうが。なんで俺がお前の言うことを聞かなきゃならねえんだ。そういう面倒なことは自分でやれ。僕の思いは託した。頼んだよファング。バカ野郎、勝手に言っちまいやがって。だいたい最初に会った時からてめえのことは気に入らなかったんだよ。うっせえ！吠えてんじゃねえ！もう遠慮はしねえ。手加減抜きで行くぜ！覚悟しろ邪神！叩きのめす。頑張る。そこ！この世に必要ねえ。封印させてもらうって言ってんだ。また守る力を手に入れた。